こんにちは、ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はもうすぐ旬が終わってしまうレモンを使って初夏から楽しめるレモンピールを作りたいと思います。しかも普通の作り方だと皮を何度も茹でこぼして苦味を抜いていくんですけれども、その苦味こそが有効成分なんです。栄養の損失を防いでレモンの有効成分をギュッと閉じ込めた体に嬉しい調理法で作りますので、ビターな仕上がりですが食べるのが楽しくなるお菓子です。レモンの皮に含まれる素晴らしい栄養のお話や健康効果についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。レモンといえばビタミン C やクエン酸ですが、今回のように皮ごと取るなら驚きの有効成分が効率よく取れるんです。レモンの皮や白いワタにはヘスペリジンが含まれます。ヘスペリジンの効果は多数報告されていますが、毛細血管を強くして血流改善したり、花粉症やアトピーなどのアレルギーの抑制、またビタミン C と一緒に摂ることでカルシウムの吸収を高めて骨量を増やすことも期待されています。またエリオシトリンはミトコンドリアの生成を活発にし、エネルギー産生や老化防止に役立ちます。クエン酸と一緒に摂れるので相乗効果も働きます。さらにケルセチンやビタミン E といった若返りに役立つ栄養素も含まれます。これらの有効成分は全て抗酸化物質でもあるので、これから紫外線が強くなる季節にも嬉しい食材ですね。もう一つ忘れてはいけないのがレモンの爽やかな香りです。これはリモネン、シトラールでリラックス効果をはじめ、血液サラサラ、血圧や自律神経の安定、肺の免疫機能を高め感染症予防に役立ちます。まだまだレモンの魅力はたくさんありますが、普段は皮ごと食べる機会があまりないと思いますので、ぜひレモンピールでお楽しみください。材料はレモンと蜂蜜、そして仕上げに使う甜菜糖です。レモンはできれば国産無農薬のレモンをお使いください。輸入物のレモンは皮を食べる前提ではない薬剤なども塗られていますので、ぜひ国産のレモンで作ってみてください。そして糖類が気になる方はラカントなどのダイエットシュガーを使っていただいても結構です。蜂蜜の量などはレモンの可食部の重量を測りながら計算していきます。だいたい同量か、または少なくても半分以上の量を使っていきます。お好みで加減してみてください。レモンをきれいに洗います。無農薬レモンでしたら普通に水洗いだけでも結構です。もしちょっとわからなくて気になる場合は、塩でこうゴリゴリ揉み込んで洗っていただいたり、または重曹を使うとか、あとホタテパウダーなども効果的ですので、ぜひお試しください。このようにちょっと手に塩を取って、でこのレモンを塩でこうゴリゴリと磨くような感じで表面をしっかりと洗っていきます。レモンですね、両端を切り落とします。4等分のくし切りにします。そしてこのレモンの果汁をしっかりと絞って取っておきます。レモンの果肉の部分ですね、包丁で削ぎ落とします。こんな感じですね、全部切り落として、で余っている果汁はしっかりと落としておきます。はい、これでレモンの皮だけになりました。レモンの白いこの綿の部分ですね、内側の皮です。こんなところにもエスペリジンたっぷり含まれていますので、効果的に使いたいと思います。皮と実の部分全部分けました。で少しね、このように実の部分や房の部分が残ってる場合はスプーンなどを使ってこのようにかき出して取り除く方法もあります。はい、綺麗に取れます。今回はね、この実の部分がついてるとちょっとピールが固まりづらいので、少しこの辺は綺麗にお掃除をしておきます。はい、レモンですね、こんな感じで皮だけになりました。そしてレモンの果汁です。
そして中の綿の部分ですね、果肉も少し含まれています。こんな感じで分けてあります。レモンピールとして使うのはこのレモンの皮と果汁の一部です。で、残りのこの房の部分もレモンの有効成分がたっぷり含まれているので、今回は余った果汁と合わせてレモネードの素を作っておきたいと思います。それではレモンの皮を刻んでいきます。2ミリぐらいの厚さですかね。こんな感じで切っておきます。はい、レモンの皮がこんな感じで細切りになりました。それではこれからレモンを煮ていきます。今回は茹でこぼしをせずに、このレモンの皮の苦味も丸ごと使っていきたいと思います。切ったレモンの皮、まず重さを測っておきます。今だいたい 90g ちょっとあります。一応これを目安に蜂蜜の量などを加えていきます。普通はね、お鍋とか使うようなイメージなんですけれども、今回はフライパンをご用意ください。そしてレモンの煮汁を捨てるというわけではなくて、全部レモンに吸わせるという感じで調理をしていきます。お水 100cc から 150cc ぐらいですね。ちょっとレモンが少しひたひたっとするぐらいの水分量で大丈夫です。で、火をつけます。そしてレモンをこの状態で少量のお水で茹でるというよりは、少量の水分で蒸していくようなイメージです。このまま蒸気が上がってきたら火加減を弱火にして10分ぐらい蒸し煮していきます。はい、こんな感じですね。ごく弱火でレモンの皮を蒸し煮しているような感じですね。少量のお水で柔らかくしていきます。はい、10分経ちましたので中を見てみます。ゆっくり弱火にしていますので、まだね、少し水分残ってますけれども、こんな感じですね。レモンからも水分が出て、ちょっと液体が黄色くなってますけれども、これは茹でこぼしをしないでレモンの皮に全部戻しますのでね、このまま使っていきます。もうまさにね、この黄色い成分こそがレモンの有効成分、たっぷり含まれてますからね。で、今ね、レモンの皮も柔らかくはなってるんですけれども、ここからお砂糖とか蜂蜜などで味を染み込ませていきます。で、レモンの皮の分量 90g 今回使いました。で、蜂蜜大体同量、このぐらいなんですね。あと加減をしながら半分から同量ぐらいの量で加えてみてください。甘さ控えめにしたければね、量を減らしながら作ってみるといいと思います。まあ、最後にね、ピールにお砂糖をまぶしたりしますので、多少ね、少なめの糖類でも美味しく仕上がります。ただ糖類があまりにも少ないと、その分保存性は落ちますので、冷蔵庫とか冷凍庫で保存するとまたいいと思います。お好みの分量を加えてみてください。はい、そして絞ったレモン果汁ですね。この酸味がまたギュッと美味しさを引き出しますので、この分量なら大さじ1杯半ぐらいでいいかなと思います。酸っぱいのがお好きな方は2杯ぐらい加えてみてください。で、ここからまたさらにレモンの皮を10分ほど煮ていきます。次のステップでレモンの皮の中まで甘みをしっかりと染み込ませていきます。はい、10分経ちましたので中を見てみます。だいぶ照りが出てきましたね。で、この水分をこれから煮詰めていきます。少し火を中火ぐらいにして煮汁を絡めるようにして煮詰めていきます。煮詰まってきた時にうっかり焦がさないようにフライパン見張っててください。だいぶ水分が煮詰まってきました。もう余分な水分はほとんどありませんね。ここからはレモンピールの余分な水分を少し乾燥させていくような感じで空入りしていきます。これは余分な水分が少なくなればなるほど、ドライフルーツのような感じで身がギュッと締まってきます。はい、ちょっとフライパンの底がね、少し茶色くなってきましたね。もうこれぐらいが限界かなという感じなので、ここで火から下ろします。バットやお皿などにクッキングシートを敷きます。そしててんさい糖を少し振っておきます。そしてレモンピールを広げていきます。はい、さらに上からてんさい糖を振ります。今回てんさい糖ですけれども、グラニュー糖でもいいし、あとはお好みの糖類、何でもいいです。
ラカントなどのダイエット手腕なんかを使っていただいてもいいと思います。はい、でちょっとパラッとするような感じですね。全体がこんな感じでお砂糖をコーティングしてあげることでカラッとしてきます。こんな感じでパラリとしてきたら、これを冷蔵庫で冷やします。レモンの果汁の余りとか、レモンの端っこ、そして果肉とか房の部分ですね、こちらを無駄なく使い切るようにレモネードの素を作りたいと思います。こちらレモンのこの端っこのヘタだけはね、取り除いてください。あとは細かく刻んでしまいます。はい、そしてレモンの果肉の部分ですね、種が入らないように避けて、あとは適当に刻んでおきます。こんな感じです。レモンの皮のヘタの部分ですね、そして茶のうの部分を全部入れていきます。種が入らないようにね、注意してください。そしてレモンの果汁です。こちらもね、種が入ってますのでね、入れないようにしてください。あとはお好みの糖類なんでもいいです。今回は蜂蜜を加えようと思います。もう適量で大丈夫です。こちらはソーダ割り、お湯割り、お水で割ったり、まあそういう感じで希釈しますのでね、甘さはお好みで大丈夫です。あとはレモンの砂糖と皮が柔らかくなるので中火で煮ていきます。まあ、即席で作ったレモンシロップといった感じですね。レモネードの他にパンケーキにかけたりとか、トーストに添えたりとかすると、またジャムとは違うさっぱりとした味わいが楽しめます。沸騰してきたら少し火を弱めます。あとはコトコトと10分程度煮ていきます。こちらですね、ちょうど10分ほど経ちました。全体がしっかりと馴染んできましたね。これで余ったレモンの果汁、砂糖、果実などを使って作った簡単レモンシロップです。レモンの栄養を丸ごと閉じ込めたビターレモンビール、ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。本当に綺麗に仕上がってますね。うん、レモンのね、苦味が本当に程よいアクセントになってます。で、甘さも控えめなので、すごく優しい味わいで、いくらでも食べられてしまいそうです。紅茶などに入れても美味しいと思います。あともう一つですね、こちらレモンの余った果汁とか砂糖などを使って作ったレモンシロップ、こちらもちょっとお味見をしてみたいと思います。まあ、まさにね、もうジャムみたいな感じなんですけれども、これを割ってレモネードにしても美味しいかと思います。うん、またね、レモンジャムとは違って酸味もキュッと効いていて、レモネードにしたら最高だと思います。生姜のおろし汁なんかを加えていただいても、また一段と美味しいジンジャーエールになるのかなと思います。これから暑い季節に向けてぜひ試していただきたいレシピです。今回はレモンの栄養を丸ごと閉じ込めたビターレモンピールをご紹介しました。レモンの旬はもう終わりに近いんですけれども、まだまだ国産レモン出回っていますので、ぜひいいレモンと出会ったら作っていただいて、初夏から夏の健康管理にお役立てください。そして今回のレモンピールなんですけれども、緑茶と一緒に摂るとテラニンがプラスされて、レモンのリラクゼーション効果がさらにアップします。ビターチョコと合わせていただいてもいいと思います。そしてもう一つは、ヨーグルトなどに刻んでいただいたレモンピールを加えて召し上がっていただくことで、骨量アップにも役立ちます。ぜひいろいろな食べ方で楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。